はい、こんにちは、ニャンタの工房です。今回制作するのは SE ガンダムワールドヒーローズより信長ガンダムエピオンを作っていきたいと思います。これはまあ順番的には第2弾のキットとなります。第1弾が悟空インパルスガンダムで、第2弾がこの信長ガンダムエピオン、そして第3弾がサージェントベルデバッサーガンダムというように一番最初に出た3体のキットの中の一つとなります。今回はそれを全塗装して作っていきたいと思います。パッケージ非常にかっこいいですね。この信長ガンダムエピオンのこの姿は芝居ディスニーガンダムに載せられる前の姿となります。現在は仮面の力によって真っ黒な姿となっております。まあ仮面の力に乗っ取られずに、まあ、パワーアップしたダークネスバージョンでしたかね。確かそれもそのうちキット化されるはずですよね。それの、まあ、芝居に出会う前の信長を今回作っていきたいと思います。それではこれをすぐにするとこうなります。信長ガンダムエピオンのすぐに完成しました。全塗装をしますのでシールは一切貼っておりません。シールは結構多めですね。で、付属品なんですけれど、付属品の紹介ですが、まずはこれですね。よいしょ。ヘシキリハセベ。なんかすごい名前ですね。刀が1本と、あと仮面パーツ。そして、絶刀。飛脚流線という武器。これは結構関節がついているので嬉しきぶりに稼働します。ヘシキリハセベはサイドアーマー取り付けることができます。このような感じですね。まあシールを貼っていないとこのような感じになります。まあそこそこ色分けされていますね。こんな感じで一周回してみました。で、信長のギミックなんですが、信長は珍しくですね、肘の可動が追加されております。それによってですね、息を、まあ、バット結構これバットポーズを取らせようと思ったらいろんなところがこの通りですね、干渉したりし、パーツもポロポロ取れるのであんましやりたくはないんですよね。なんとか抜刀ポーズを取らせるとこのような感じになりますね。ちなみにもう鞘はサイドアーマーには取り付けておりません。もうこのポーズを取らせようとするだけで腕は抜けるわ、サイドアーマーポロポロ取れるわ、ものすごくストレスでしたね。で、あとのギミックとしてはなんですけれども、
マントですね。マントはそれぞれこのような感じで大きく動かすことができます。それによって多少は動きを、可動のクリアランスを取ることができます。とは言ってもこれだけゴテゴテした姿なので可動はかなり制限されます。では次、ジェット飛脚流線ですね。これはですね、ここのポッチを利用して、よいしょ、このように腕に取り付けることができます。あとはこの意外と腰も抜けやすいです。で、あと珍しく胴鎧と言えばいいのかな、それがついています。サイドはまあ本当にポロポロ激しいんですよね。これに仮面パーツを取り付けて、バットをして持たせて、これ挟ければこのような感じで装備させることができます。仮面パーツをつけるだけでかなりイメージが変わりますね。それではいよいよこいつを全塗装するとこうなります。はい、信長エピオン全塗装を完了しました。やっぱりワールドヒーローズも総決戦も色を塗ると一気に化けますね。そして塗り分け難易度はもう信長にちなんで言うと魔王級といったところでしょうか。一部ディアーマーなんかはマントに隠れてたりするので、ちょっと詳しい色分けが分からなかったので、フロントアーマーと似たような感じで塗装をしました。こんな感じですね。一気に化けましたね。で、重心が若干後ろに行っているので、フロントアーマーに重りを仕込んで一応バランスをとっています。あんましのけとるとちょっとバランスが崩れてしまうんですが、普通に立たせる分には問題ない状態となっています。相変わらずここは外れやすいんですよね。
こんな感じでへし切れはせべを持つことができます。へし切れはせべはシャープ化を行っています。やっぱり若干後ろに行きますね。そこそこの重さがある重りをつけているんですが、ノーマル形態だとやっぱりちょっと後ろの重心がいってしまいます。それでは仮面をつけるとこうなります。はい、仮面をつけるとこんな感じになります。いつも通りクリアパーツはメタリックで塗装してあります。今回メタリックに関してはメタルブラッディレッドの上からプライマリーメタリックレッドを拭いています。ちょっと元のクリアパーツの色よりもこうおどろおどろしいというか暗い感じのメタリックにしたかったので、今回はその色で塗装をしました。本当、ワールドヒーローズのキットは塗装すると非常にかっこよくなります。ワールドヒーローズの他のキャラを置くとこのような感じですね。極インパルスにサージェントベルデバスター、そして信長ガンダムエピオン、やっと3体ですね。全塗装が完了しましたね。でもこれからまだまだ怒涛のラッシュがありますからね。まだ組んでいないキットも多数ありますので、でもまあ塗装はそれなりに難しいのは難しいんですけれども、やはりこう出来上がってくると非常にテンションが上がりますね。皆さんも全塗装にチャレンジしてみたらどうでしょうか。まあ信長に関してはまあどのキットでも言っているんですけれども、金色の部分ですね、あれを塗るだけでもかなりイメージが変わってくると思います。やっぱり元のキットの金色じゃちょっとチャチンですよね。まあ おもちゃ感があるというか軽い感じの金色なので、なので金色はまあガンダムマーカーとかで塗装した方がいいと思います。あとちなみにですね、肩の合わせ目今回決していません。というか後はめこがちょっと思いつかなかったので、それにまあそんなに見える上から映さない限りは見えないので、今回は、肩幅は塗っていません、まあ信長はゴテゴテして可動は死んでいます、ほぼほぼ死んでいますが、それでもやっぱりごつくて非常にかっこいいですね。ということで今回の動画はSTガンダムワールドヒーローズ信長ガンダムエピオンを全塗装してみたという動画でした。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。ニャンタンの工房でした。